スズコケムシは小型の固着性海産無脊椎動物で、内行動物の代表的な種である。軍隊を作り、海中の胃は2枚以外の殻、荒野の表面などに付着する。基板の表面に細い紐状の層根をはわせ、まばらに小虫をつける。小虫は全長5ミリメートル足らず、基部には大きい筋肉節があってその部分は膨らんでいる。 その先端から細いつ部が伸びており、このつかぶには表面に細かく丸い突起がある。その先に本体である、学部がある。学部は半球型で先端がやや平らになり、その周囲に20本以上の触手が並んで、触手間を形成している。非常に広範囲に生息する種で、干潮線直下から深さ300メートルまで、北極圏から、 南極圏までの世界中に知られている。条件が悪くなるとつかぶから先は切り捨てられ、再び条件が良くなるとつかぶから学部が再生される。ごく小型でまばらな軍隊を作るのでなかなか目立たず、慣れないと発見は難しいが、珍しいものではなく、長官隊にも見られる。筋肉節の部分でよく折れ曲がるように動く。つかは丈夫で、曲がらないので、軍隊の拳が、 一斉に動いている様子は小さなクモガニとか、海グモとか、何か、細長い足の節足動物の足だけが動いているように見える。禁煙種として、同族のものは日本から六種ほどが知られている。ありがとうございます。